ビデオアカマムービー09 Windows DVD メーカー使い方解説 DVD の紹介。主な内容は DVD メーカーの概要とビデオ編集ソフトムービーメーカーとの関連、プロジェクト設定、オプション設定、メニュー画面作成とプレビュー、 DVD の書き込みとなっております。約38分の解説 DVD です。その初めの部分の一部紹介いたします。 DVD 作成ソフト Windows Vista 版 Windows DVD メーカー入門。 DVD の概要。撮影した思い出の映像は DVD にして楽しみましょう。見たい場面を選択するためにメニュー画面というのを作成します。Windows DVD メーカーで作成する DVD は、最長で約150分の映像を収録できます。収録する作品は、長い一つのものでもいいし、短い短編を複数入れることも自由にできます。作成した DVD を DVD プレイヤー、またはパソコンに挿入したときに、メニュー画面を表示して見たいシーンを選択するという見方、または DVD を挿入したら直接自動的に再生が始まる DVD にする、 DVD 作成時にどの方式にするかを設定できるようになっております。 DVD のメニュー画面の構成。 DVD は映像の内容が大きく変わるところをシーンの区切りとしてシーンまたはチャプターと呼んで区別しております。そのシーンを境にどこから見るかを選択できるようになっております。これから作りますサンプルの DVD はシーンの1番目として九十花公園、シーンの2として湧水トンネル公園、シーンの3として曽木の滝、シーンの4としてスライドショーと4つの作品を並べております。シーンの区分はビデオ編集ソフト DVD ムービーメーカーで素材映像をキャプチャーし編集いたします。シーンを分ける区切りとしておのおの別のプロジェクト名前を付けて保存しておきます。各作品の長さが2分以上ありますと、各シーンに1分ごとに自動的にチャプターが追加されております。このチャプターを使いまして、次のチャプターへとか、前のチャプターへ戻るなどの早送り戻しができるようになっております。DVD を作成する場合に、DVD 作成ソフト、Windows DVD メーカーだけでは、DVD を作成できません。ビデオ編集ソフト Windows ムービーメーカーとペアで使っていきます。 DVD を作成する作業の流れとして、1番目、 DVD にする素材の画像、これは静止画および映像、これは動画ですね、これをパソコンに取り込む必要があります。キャプチャーと言っております。これは DVD メーカーにはキャプチャー機能がありませんので、ムービーメーカーでキャプチャーします。ハイビジョン映像のキャプチャーと編集をするには、Windows Vista、Windows 7、Windows 8のパソコンが必要です。Windows XP には非対応です。Microsoft のサイトから Windows Live ムービーメーカーをダウンロードして、インストールします。 Windows Movie Maker とは別のソフトです。 Windows DVD Maker は標準画質の DVD に対応しておりますが、ハイビジョン画質の Blu-ray ディスクには対応しておりません。ハイビジョン映像を編集しても標準画質の DVD しか作成できません。2番目、取り込んだ動画、静止画、いらない部分削除、失敗部分削除、BGM の追加、ナレーションの追加
などの編集作業は DVD メーカーにはそういう機能がありません。 Windows ムービーメーカーで行います。3番目、 DVD を再生するときに必要な DVD のメニューの画面を作成します。これは DVD メーカーで行います。4番目、取り込んだ動画、静止画および作成しましたメニューの画面、これを DVD のディスクに焼き込む、いわゆる書き出しは DVD メーカーで行います。これから DVD を作成するために Windows DVD メーカーを起動いたします。画面左下のスタート、 DVD メーカー、これをクリックします。またはスタート、すべてのプログラムで DVD メーカークリックします。この画面が DVD メーカーを起動した時の画面です。もう一つの Windows DVD メーカーを起動する方法があります。関連して使いますビデオ編集ソフト Windows ムービーメーカー、これで DVD にする映像をコンピューターに取り込む、いわゆるキャプチャーおよび失敗部分削除、BGM ナレーションの追加などの編集を行います。このムービーメーカーから Windows DVD メーカーを起動できます。このムービーメーカーの編集が終わりました時点で DVD を作る場合は、この発行先、いわゆる出力先、それの DVD、 ムービーを DVD に発行します。これをクリックします。この Windows ムービーメーカーから DVD メーカーを起動します。ムービーを DVD に書き込むために Windows ムービーメーカーによってプロジェクトが保存され閉じられます。そして Windows DVD メーカーが開かれますと。これ OK をクリックします。これが DVD メーカーをムービーメーカーから起動した時の画面です。基本的には直接 DVD メーカーを起動した画面と同じです。違う点は、ここにすでに DVD にする映像が取り込まれておるということです。これ以降の詳細は下記の URL を参考にお願いいたします。